完全にもう自分がやりたいことだけ、こういうのやりたいな、ああいうのやりたいなっていうのを、ただひたすらイメージしてる。だから自分がスケボーをしているっていうことは、そのスケボーのトリックも滑り方のその内容も全部俺の頭の中の想像図が形になってるだけで、自分の中でイメージしたものだけを表現してる。その時の、まあ、そのパークの状況を一度歩いて確認する。必要な時は手で触って確認したり、足で乗って確認する。で、設計をまず頭の中で覚えるんです。イメージする。普通の見えてる人でもまあ怪我をするけど、やっぱり見えない分自分は多かったですね。っていうのは物があるの分からなくて、見えなくて突っ込んじゃって、それでぶつけて怪我するとか。いや、変えられない。どれだけ痛くても体が、痛くて辛くても、なんだろう、こう一発でいいから自分の狙ったことを決められると最高にそれが気持ちいい、気持ちいい。登録されてほしいなっていうのはもちろん思うんですけど、ただそれにしても誰かがその競技を作らなければいけない、生み出さなければいけない。だから俺の今後のプロジェクトとして、それがブラインドスケートボーディング、これを一つの種目化するっていうのは、から競技化に向けてちょっといろいろ動いていきたいなと思ってます。